はい、皆さんこんにちは。このチャンネルではアートミュージックカルチャーの情報を発信しています。アート好きの方はもちろん、そうじゃない方も今後の生き方のヒントになると思うので、ぜひチャンネル登録お願いします。でですね、まずね、今回が多分画面変わってると思うんですよ。ちょっとね、レイアウトしまして、まあ、どうかなっていう感じなんですけど、実験ですね。はい、うん、これでいい感じだったらこれでやっていこう。そうですね、なんか謎にもう一つ画面があって、そこにはもしかしたら僕たちを作ったね、映像、作品だったりとか。はい。まあ、それに伴う音だったりとか。はいはい。なんかそういうのがランダムに流れてたりするかもしれないんですけど。はい。うん。まあ、そこは、まあ、一緒にね、うん、お楽しみくださいと。はいはい。そんな感じで。わかりました。はいはい。でね、今回はですね、マティスやろうかなと思いまして。おまあ、2回目なんですけど、マティス。この間ね、カンディンスキーさんも、はい。2度目やったんで。うん。マティスさんも今回は、まあ、何ですか？どこか深掘りですか？そうですね。まぁ、あ、ちょっと前回の動画見直しまして、結構ね、喋ってない。まぁ、あ、重要なとこ結構喋ってないな。何がすごかったのみたいなことを全然言ってないな、みたいなところありまして。ほうまぁ、あ、だから今日はね、この特に、このフォービズムのところと、まぁ、あ、要はこう色彩の部分。まぁ、あ、マティスって言えば色彩なんで、まぁ、あ、そこをね、ちょっとね、見ていきたいなと思います。なるほど。はい。マティスさん、俺、晩年の方が好きなんだよ。あー、やっぱりですか？うん、俺もです。でも今日はね、うん、フォービズモのところ、うん、やっていこうというわけです、ね。まずね、こう何がすごかったのっていうのをちょっと言っていこうかなと思います。まあ2回目ということでね、まあ今回もプロフィールは、まあ、ざっくりいきますんで、まあもしよかったらね、こう前回の動画見てもらったらいいかなと思います。あ、じゃあ簡単にプロフィールいきますね。名前はアンリ・エミール・ブノワ・マティス。まあフランス生まれの画家です。で、まあ今世紀最高の革新的な画家の一人と言われていて、その色彩は美術史に大きな転機をもたらしました。まあ、マティスさんね、まあ、当初は画家になるってことは、ね、全然考えておりませんでして、まあ、パリに出てね、語学とか、まあ、法律を学んでいくんですね。ただまあ、19歳の時に、まあ、こう、デッサン講座に、早朝デッサン講座みたいなのにこう、通い始めるんですね。まあ、そこで、まあ、ちょっと本格的に、まあ、絵に興味を持ち始めまして、で、マティスはね、後に、この絵を描いた時の、経験を、私は絵を描き始めたとき、天国に送られた気分だったと語ってるんですね。まあそこにはまあ要はうんざりするような日常はなくて、まあ自由とね、静けさがあったと言っていて、まあ安らぎみたいなものを感じたんですね、多分。まあそんなわけでこう、画家を目指してこう絵を描き始めます。でね、まあ大きな転機が訪れるのが、この夏の休暇中に、まあこうたまたま訪れた場所に、まずこう近くの別荘に来てた、まあ、ポール・シニャックとエドモン・クロスっていう、まあ、アーティストに出会いまして、まあこう彼らからの影響を受けて、鮮烈な色彩を作品に取り入れていきます。まあそしてこう翌年、フォービズム風の作品を描き始めるんですね。でですね、まあ最初のフォービズムっていうのは、まあ1905年に、このサロン・ドートンヌっていう、まあ、有名な展覧会にこう、マティスさん出品しまして、まあその作品がね、まあかなりのこうセンセーションを巻き起こしまして、まあ、そのこう結構野蛮でね、こう、野蛮な色彩が豊富。まあ、野獣って意味なんですけど、まあ、そういうレッテルを貼られるんですね。なんて野蛮なんだと。だまあ、決して褒め言葉ではなくて、まあ、どっちかっていうと、なんだこれだけ。こんなの描きやがってみたいな感じで言われるんですね、最初は。でですね、まあ、この後ね、まあ、だんだんもうこう流し入れてって、まあ、有力なパトロンとかがついてって、まあ、経済的にも結構安定していきます。でも、まあ、こう、その後ですね。まあしかしその後、まあ第一次世界大戦の勃発を機にね、まあマティスさん大変心優しくて、まあマティスさん自身はちょっと年齢のこともあって、この戦地に行くことはなかったんですけど、割とこう画家仲間であったりとか、まあ友人、知人であったりとかが結構戦争に行くことになって、まあもうちょっと心配で、まあこの後ほとんどね、2年間ほど絵を描くことをせず過ごしていくんですね。で、まあ、終戦後、1916年以降は、まあ、ニースで穏やかな生活を送ります。で、まあ、この頃ね、描かれた一連の静かで、瞑想的な作品は、フォービズム時代よりは、もう、本当に受けが良くて、まあ、この頃から、まあ、公的に認められ、まあ、公明性も高まり始めます。で、1925年にね、まあ、有名な勲章とかももらいまして、まあ、どんどんこう、有名になっていくんですね。で、まあ、その後もね、実験を繰り返してね、装飾デザインであったりとか、まあ、大きな壁画など、まあ、精力的に制作していきます。まあ、ただこの頃ね、まあ、本当に大きな病気を患いまして、まあ、手術の後一命取り留めた後、まあ、もう一つの人生を授かったと、まあ、新しい気持ちで、
まあ、制作を続けるんですけど、まあ、そんなまあちょっと病気と戦いつつ、晩年はもう本当に大きな一大プロジェクト、まあ、ロザリオ大聖堂の装飾を手掛けます。まあ、ただね、こう礼拝堂が完成する頃にはもうかなり、まあ、衰弱しておりまして、まあ、結局式典には出席することなく、1954年ニースで安らかに家を引き取ります。はい、ざっと見てもらいました。まあ、人柄まあ非常に温厚でね、静かで思慮深い方だったみたいです。まあ、この後ね、作品見ていこうと思うんですけど、まあ、一応まあ一連で見て、まあ、どれも結構素晴らしいんですけど、まあ、今日は特にね、まあ、重要な新訳に影響されて、まあ、色彩に目覚めたところ、な、法律無時代の作品を見ていきたいなと思います。まずね、新訳の作品見たことない方いると思いますんで、まあ、軽くね、新訳の作品見てもらいましょうか。まあ、ちょっとタイトルが長くてですね、まあ、ちょっと割愛させていただくんですけど、まあ、こう、ポール新訳、まあ、スーラーとか、あの辺に代表されるように、こう分割派って呼ばれる、こう、点描を使ってね、こう緻密な計算で、こう、絵を描いていく方なんですけど、まあ、これはまあ、さっき言った通り、たまたま休暇中に行った場所にいて、まあ、仲良くなって、まあ、おそらくこう、芸術論とかね、まあ、作品、見せ合ったりとかしたんじゃないかと思って、まあ、その、この、色っていうのに、めちゃくちゃ影響を受けるんですね。それでまあ1904年に、まあ、次の作品なんですけど、まあ豪奢静寂逸楽っていう作品を書くんですけど、まあ豪奢っていうのはまあちょっと意味わかんないっていう方いるかと思うんですけど、まあ豪華なこととか、まあそういう意味で、まあ逸楽っていうのは、まあこう快楽を貪るみたいな意味です。でまあそんなわけでマティスさんがこう新訳に影響されて描いた作品なんですけど、相当ねこう影響を受けてるのが、まあ見た感じ見てもすぐ見て取れると思うんですけど、題材はですね、このボードレール、有名ですね。この悪の花っていう作品の、まあ、その中に収録された旅への誘いの、まあ、ワンフレーズから取っているらしいんですけど、まあ、詩からね、こう、インスピレーションを得るっていうのは、結構マティス作品の、まあ、後の作品にも見られる部分で、まあ、今後も続いていきます。まあ、で、重要なところ、まあ、重要な色彩にこう目を移すと、まあ、この後のね、鮮烈な色使い、まあ、そっちへ移行していくところが垣間見えるかなと思います。ただですね、この分割派の作品っていうのはね、かなりね、計算してね、まあ作るんですね。制作するんですよ。画面をこう分割してって、まあ例えば A、B、C、D、E、F、G みたいな感じで分割して、まあ、そこの A のところにはこの色、B のところにはこの奥って、まあ、かなりこうね、決められた感じでこう色を置いてって、まあその作業がね、どっちかっていうと緻密でね、こう、機械的。で、まあこのね、ちょっとあまりにも機械的すぎる制作方法が、マティスさんにあんまり合いませんで、マティスはこう違う手法にね、切り替えます。って書いたのが1905年、開いた窓、コリウールっていう作品なんですけど、これ展覧会に、まあ、サロンドトーンに出品した一枚で、まあこの作品からフォーブ、まあ後にフォービズ、野獣派が生まれていきます。絵の説明すると、まあ窓からの風景っていうのは結構マティスが生涯好んだ題材なんだけど、まあこのね、色の鮮烈さと、画面に自由と新鮮さを感じる一枚になってるのではないかと、思うんですけど、まあ、この計算された分割法をやめて、まあ、かなり感覚的で、まあ、感情的で、こう躍動感を得るようになっていきます。で、1905年、マティス夫人、緑の筋のある肖像。まあ、このフォービズム作品で最も有名な作品じゃないかなと思うんですけど、まあ、これ何が面白いかっていうと、こうね、およそね、こう人体に使うには、こう非現実的な色をね、こう人物の顔に使った、かなり強烈な作品なんですよ。これがね、このね、マティスのやった最もすごいところが集約されていまして、絵画においてですね、まあそれまでの色彩の役割っていうのが、要は説明することだったんですね。まあ例えばなんですけど、人間の顔は肌色。肌色とわかる。肌とわかる色を使う。まあリンゴは赤いとか、赤いリンゴだとわかるように使う。まあ要は説明的な意味でこう色っていうのは使われてたんですね。で、この作品において、マティスは、まあこの色の固定観念、っていうのをぶっ壊したんですよ。これがね、めちゃくちゃすごいことで、別にリンゴが赤いとは限らないよね。顔の色が肌色とは、じゃなくてもいいよね。っていうのをね、言ったのがね、こう、後に評価されたんですよ。だからもうこの一枚に、もうほんと集約されてんじゃないかなと思いますね。はい、作品見てもらったんですけど、どうだろう？まあ、評価された理由は分かったと思うんですけど。色彩革命的だね。そうなんですよ。うん。だからね、結構ね、この固定観念とか、いうのをぶち壊すって結構大変なんですよ。でもそれをね、やったってところがめちゃくちゃすごいですね。いや、この頃って、写真がね、うん、出てきたから、うん、そんなにもう、
もう見た目と全く同じようなものっていうのを書く必要がなくなってきたっていうところが大きいんだよね、これ。多分マティスたちは、まあ芸術家たちはそう思ったんだろう。そう考えてどんどんこうやっていくんだけど、うん、まあ、ただね、これ、ね、相当なんか美術好きの人たちは、このフォービズム、フォーブって呼ばれた人たちの作品が、まあ、ブラマンクとかいるんですけど、見た時に、ね、相当ショックを受けたらしいんですよ。やっぱりそのさ、美術の根底にあったさ、まあ、さっき観念って言いましたけど、嘘だろって思った人もいれば、さっき言った、ふざけんじゃねえって思った人も相当いたと思うんで、うん、割とその思い込みっていうのをこう、ぶち壊してもいいんじゃないのっていうのを結構言ってるんじゃないかなと思うんですよ。こういう、このフォービズム時代の作品っていうのは。まあ、この美術史において何が転機だったかっていうと、要はその観念を壊していいんだっていうのをこう提示した。この後どんどん続いていくね。まあ、キュービズムとか。まあ、そういうものの、まあ、ほんと引き金になったっていうところ。そこがめちゃくちゃ重要で面白いですね。もうこの1900年初頭ぐらいって、実験しまくりだよね。うん、そう。前田のカンディンスキーもそうだし、まあピカソとかもそうだし、もうちょうど同じぐらいじゃみんな。はい。やっぱだから背景的には多分、まあ平尾くんが言ったように、写真の存在っていうのがめちゃくちゃあったと思うんですよ。うん。だから仕事がなくなったんだね。単純に写真が出てきたことによって。うん。で、まあなんか面白いこと言ってる人がいて、まあ今の時代に写真がなかったら、アーティストたちは結構食っていけるよねって。例えば卒業するから、みんなの顔描いてくれる。そういう仕事がいっぱいできるよね。だから産業として結構成り立たなくなった時に、絵画、まあ、芸術っていうものがこう産業として成り立たなくなった時に、じゃあ存在価値って何っていうのをめちゃくちゃ考え始めた時代。印象派ぐらいから結構続いてんだけど、それは。まあそういうね。そしてなんか最も大きな転機となったのが、このマティスさんたちがやった色彩革命っていうのが、まあ、来るんですね、時代的に。どうだろうね。どういう心境だったんだろうね。この鼻筋を緑にした時のマティスさんの心境って。不思議だなと思ってた、見てたんだけど。目に映ってるものを描くのではなくて、はいはい、やっぱその自分の感情だったりとかに従って、こう色を置いていくみたいな、うん。なんかそういったところだったんじゃないの？まあまあそうだね。まあ、フォービズムっていうのはまあその、まあざっくり色って言いましたけど、まあやっぱその感情であったりとか、まあ、そういうものを結構色で。表すっていう、まあ、そういう研究をやったグループで。まあ確かにそうなんですけど、いや不思議なんですよね。絵だけ見てさ、例えばその赤と緑で補色関係だから、まあそういう部分で使ったのかなっていうのも、技術的に言うとね、見えたりするんだけど、なんだろうな、そう駆り立てた衝動ってすごい面白いなと思って。あとなんかフォービズム作品において見てて思ったのが、マティスって、まあ、前回の動画で言ってんだけど、多分、絵画を制作するっていうことに対して、こう安らぎ、まあある種の癒しみたいなものを、まあすごい求めたわけじゃないですか、個人的に。うんうん、結構ね、フォービズムのところっていうのはね、苦悩が見えるなと思って、うん。なんかね、そこがなんかすごい人間っぽさっていうか、もちろん後半のなんか結構達観した感じの作品の方が好きなんですけど、まあ、またこう改めてフォービズム見たときに、この辺は結構苦しんだのかなっていうのがすごいちょっと見えてね。まあ改めてこう面白いなと思ったんですよね、その。まあ非常にこの、まあ、フォービズムと呼ばれる時代っていうのは短くて、まあ10年ぐらいしかないんですけど、まあそんな中でなんかめちゃくちゃ、まあこう美術の大きな転機になったっていう、まあそのきっかけになったっていうところで。だってピカソとか、ブラックとかもこの辺にマティスとあって、うん、でもマティスとピカソってすごいこうライバル的なさ、感じで行くわけだよ。はいはいはい。友達なんだけどライバルみたいな。うん、なんかそういう感じで行く、うん。なんかその辺っていうのもね、うん。で、なんか結構題材似てんじゃないですか。マティスとピカソって。女の人をこう描いていくみたいなのが、ちょっと似てるけど、うん、そこにこう向かうまでのあれとか全然違くて、うん、そこも面白い。マティスさんって結構ちょっとさ、人間の優しさみたいなのが、出ているのか、うん、こう自然とかさ、ああ、そうだね。そういう癒しみたいなのをさ、うん、こう、やっていくけど、まあ、ピカソはもう全然、そういう感じじゃない。ピカソの彼女が言ってるんですよ。うん、あの、ジローさんっていう、あの、植物の、はいはいはい、植物みたいだねって。植物みたいに書かれちゃってる。そうそうそう。はいはいはい、あしたがこう、マティスのことを言ってるんですよ。大変こうね、思慮深く、物静かで、聡明だと。うん、まあ、話もね、話せば面白いし。ただまあ自分からこう、まあこう、まあ決してこう前に出てくることは別にないんだけど、うん、
すごい話すと、まあ、めっちゃ頭のいい人だったっていうのを、ジローさんが言ってるんですよ。まあ、その、まあ、ピカソの彼女と仲良くしてるぐらいですから。うん、まあ、やっぱピカソとは仲良かったんだよ。結構、だから面白いよね。なんか、この時代さ、結構派閥とかがあってさ、うん、結構バチバチしてたりするじゃん。うんうんうん、なんかあんまり今時流行んねえなっていう感じのとかが見えて、こういうの結構面白いなと思うんだよね。その対立してさ、違うものを生み出してやろうみたいな。あいつらとはちょっと違うことやってやろうみたいな。なんかそれがなんかすごいもう、如実に見えて面白いなって、うん、思います。はい、今日はマティス。まあ、2回目ということだったんですけど、まあ、いかがだったでしょうか。なんか、もう、一つを取り上げて、まあ、さらに深掘りするみたいな動画とかも、まあ、今後、作っていきたいと思いますんで、まあ、もし、ね、よかったら、まあ、チャンネル登録とか、まあ、グッドボタン、まあ、なんか僕がこう思うよとかでも何でもいいんで、まあ、ぜひね、コメントの方、残してくれたら嬉しいと思います。はい、あと、レイアウトのことについてね、ちょっと感想とかあったら、あ、そうですね。ぜひ書いてください。はい、ぜひ、お願いします。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。